どうも、俺の日本代表チャンネルです。新しいスカッと来まして、DB に戦ってきます。それでは、ゴー。うわ、強えな。これやばいっすね。うちの新メンバーどこまで通用するのか。 DB は600位ですよ。ただやる気に満ち溢れています。ちょっと変えたのが、大迫選手にワンタッチパスつけました。いや、上田選手、あ、乾選手ダメか。乾選手にアウトスピンもつけました。その辺ですね、変えたのは。おー、なるほどね。ホワイトさんは、うわ、中央ゴリゴリだ。中央ゴリゴリ。中央ゴリゴリですね。いや、勝ちに行かんとな。左ウィング、南野の後、トップ大迫、南野、上田。いや、大迫使うか。ディフェンシブにして、やっぱ守備重視にしないときついんですよね、守備が。コーナー、岩尾憲選手の方がいいな、個人的に。これでいきましょう。各チーム生き残りをかけて激しいサバイバルが続いています。フットボーラーのプライドをかけた戦いを存分に堪能しましょう。この時間はパリ・サンジェルマン対日本、こちらの一戦をお楽しみいただきます。本日のゲームはフットボールスタジアムで行われます。読まれてる。今夜の現地ですが晴れの様子、両チームいいコンディションの中今夜のマッチを迎えました。このゲームの解説やはばい、攻撃しないサイドバック、慣れてなさすぎて。よろしくお願いします。フ ィールドアップをちょっとミスった。さあ、ご覧のようにゲームはすでに始まっております。アリサうわ、マジ、フィニッシュまで持っていきましたが、今ちょっとおかしかったですよね。ルンメリンゲンも反応が悪かったですね。回線がちょっとカクついた感じられますよね。感じですね、今。日本、なんとか今のシーン、しのぎましたね。そうですね、今のナイカウンス、西ターを狙いました川。けども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、岩そう尾いう意味では憲ですね、選遠手くからででボ行ールをくつとないミスことがかけ大切ですてよね。縦に当て大る。きく前線へ。三笘選手、絶好の位置、シュート、オッケー、ナイ日ス。本決めた。事故、事故はでも大事。ここで期待に応えました、待望の一発目。スルーパスオッからケの見ー、いや、取れないか。うわ、マジで。まあ、事故で点取ったんで、事故で点取られるのもしゃあない。これは北澤さん、しゃあないこでれでまたす。試合の流れは変わりますよね。一気にリードしたいところですよね。ナイス抜け出し。キーパーが弾いいたボーやルを押し込みました。ー、ダメ今のか。はこぼれてくるのを狙ってましたかね。プレーを予想香した、川、見事ナイなゴールでス。すね。いやー、絶好調。動きは違う第3ね。分、同
同点に持ち込みました。失点した後なんですけどね、よく気持ち切り替えて取り返しましたよね。でここしっかり守っていく。日本カウンターを仕掛けていきます。読まれてる。ナイス守備で、ガン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 取り切れ。パスで繋いで攻め込んでいきます。どうだシュート。うわ、おー、キーパー舐めすぎだって。素晴らしい反応でしたね。キーパー舐めすぎだよ。ちょっと、はい、やられたかと思ったけど。ナイス。いてもナイス。よし、しっかりつなげて。いやー、香川。両足使えないところ出てますね。今、両足使えないからなるんですよ。ちなみにですけどね。さあカウンタースピードを上げたいところ、中央上がっていきます。でドフリー、ナイス。日本のゴール、これなんですよ。一番外枠、あの3バックじゃきついんで。そうですね、やっぱり後ろがしっかりしているので、いや大阪スムーズに繋がりますよね。守備あってのカウンターっていうのが選手に浸透してますよね。いや、いいよいいよ。いや、キーパー心配か。フリーキック、さあ日本1点をリードしてリスタート。さあいい位置です。 OK、 止めます。ナイスセーブ西川、ナイスセーブでした、ね、ナイスナイス。こういったところで蹴っちゃう、蹴っちゃう、というのは大きいですよね。カカ、いやー、そこを通されちゃうとしんどい。ダブルタッチや、うわ、今のブロックあれば当たってたかもしれないというシーンですね。やっぱスキルって大事ですね。短い時間でよく追いつきましたよね。ナイス守備、リードまで持ってきたいですよね。狙いしました、見事なシュートでした。スパキャンが間に合わず、シュートのイメージができてましたね。そこにきっちり決める技術もさすがですよね。オッケー。さあ勝敗の行方、次のゴールが大きく占うことになります。ゴール決まった後はやっぱりどこかに隙が出る、ね、いや、トラップ、それはトラップしちゃダメだよ。よく決めましたよね。そうですよ。ムバッペ、これ出るか。岩尾、いやー、ちょっと消極的ですね。消極的、さすがに。さすがに今のはダメでしたね。いやー、やっぱ強いんだよな。いや、意図的に でしょうか、ね、マジです。いや、この回線が悪いのか分かんないですけど、ディフェンス陣のパスカットのあれが終わってるんですよ、 AI。 もしかしたらあのスキル足んないの結構あるんで、それワンマークとかないし、ないところが出てますよね。香川から左サイド、三笘、いや、吹っ飛ばされた、ダブルタッチ中に。ああ、これ、こういうのもなんかおかしいですもんね今。奪って、さあカウンターを仕掛けます。香川からルンメニエ、チャンス、オッケー。ここは守備の対応、まあプレイヤースキルで今の防いでいく。どうだこのシュート。いやー、やインパクト効果バンバンやってくるわ。ちょ、キーパー弱いんで、ああいうのやきついな。しっかりパスつながっていく、つないでいく。岩尾健、前、技ありのシュートを決めてきました。これは素晴らしいですね。キーパーの位置も見てましたかね。取れない位置にボールを置いていくような、いやー、苦しい。ちょっとムバッペの、さあパリサンジェルマン、速さに追いつかないな。重いな、選手たちが。チームに勢いを感じますよね。さっきのゴールで流れに乗ったんじゃないでしょうかね。シュート、ちょっと守備陣崩壊しすぎって感じですね。前半折り返
チームとしての攻め方、守り方にちょっと前半迷いが見られました。このハーフでうまく修正して後半に臨んでいってほしいですよね。パリサンジェルマン対日本、それでは続けて試合をお楽しみください。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。さらに得点が開いてしまうとちょっと苦しくなってしまいますからね。まずは後半の入り、今の取りたい、積極的に仕掛けて1点返したいですね。はい、と呼んでいた。 OK、さあ一気にカウンター。久保初めて触ったんじゃない今回。さあ裏を狙って、読まれてるね。まあいません、パリサンジェルマンカウンターを仕掛けます。うわ、ポンポン回されてる。触らなかったか。田中、久保カウンターですよ。久保で三笘、惜しい。ビエラ、いやー、なんかそこ開けますね。ウィングかな、スリートップの一角、そこ開いちゃってますね。うわ、バンバン入るわ。今回あれって普通のキーパー西川だから止められないっすよね。あれインパクト効果じゃないんで。ゴールに吸い込まれるような素晴らしいシュート、とっさの判断だと思うんですけどもね。空いているコースを見逃さず、いや、きちいな。バンバン入るわ。弱点ついてくるキーパーの弱いところ、当然ハットトリックということになります。シュートバンバン入りますね。サンジェルマン3点リード。パリサンジェルマン、先ほどから見ていて前線の選手の北沢さん、シストのキャンプできていないですよね。どうだこのシュート。うわ、外しつか。これはもったいない場面でした。十分相手を引きつけたことによってセンターフリーになりましたね。ちょっとあれですね、もしかしたら守備陣機動力が必要かもですね。細かい動きがちょっとついてきてない。やっぱ弱いか、この能力。確かにひどいな。じゃあこの辺使っていきますか。トップ下、トップ下南野だな。いや、鎌田大地がいるんか。遠くから打たれちゃいけないっていうのが大事ですね。レオン、組み立てながら攻め上がっていく。 OK、 デルピエロ奪いに行きます。裏のスペース、いやー、それ触れない。空いてますからね。シュート、アリサンジェルマン、あれ触れないもしんどいですね。ボコボコ、そう、負けれれとか触れるんですよ。カウンターでのゴール、素晴らしい。うわぁ、いや、迷いのないカウンターでしたよね。奪ってからの展開も早かったですし、ちょっと相手はついてこれなかった感じですかね。あ、今のは、あの守備位置めちゃくちゃ上げてるんだよ。ほら、動きいいですよね。監督の采配、あれがいいところです。という感じでしょうか。投入直後のゴールです。いや、この采配は大当たりでしたよね。体ゴリ、期待にしっかり応えてきましたよね。いやー、今の守備陣少ないんで、チームに勢いが出てきましたよね。自分たちのペースが掴めた感じですかね。いや、負けれるやっぱ強い。掴めるといいプレーも出ますし、この連続ゴールに繋がったんですよね。オッケー。いや、ビエラ覗いてく。これはスローインとなります。
ちょっとこの点差やばいっすね。森田へ、田中、上田から鎌田、いやミスった。いや上田の守備地がちょっと少ないところが出ましたね。あれチェイシング持ちだったらスルーパスを出す、下段走 OK、 これはクリア。いや取れない OK。 ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。いや読まれてるな。なかったんじゃないでしょうかね。カウンターですよ。スペースを使う、さあ抜けた。やっぱ上田綺世だわ。シュマイケル、セカンド拾えるか。うぅ強い、カンナバーロ。よし無理やり。鎌田、さあ左サイドへ。もういいですね。さあ鎌田、いや出ちゃうか。いやーやっぱ600位違いますよね。うまいわ。ここは通しません。鎌田、耐えろ。飛び出した。残り5分を切っています。デルピエロ、エースを狙った。どうだ、シュート。 OKOK。いやこのスピード感に慣れていかないとダメですね。で今回インパクト、今回やっぱ強いんで、自分もちょっと覚えていかないとダメな技ですよね。自分がその攻められない、使えない技っていうのは守るが、守る時も守備しにくいんですよ。だからうまくないと守備も、その技使えないと守備もうまくいかない。ナイス。いや田中はやっぱいいわ。いいですよ、ポジション切り替え。抜けた鎌田。いや強いな。最後の位置を見せる。いやダメ。さあここでカウンター、このボール奪いに行きます。くそ、ここで笛です。まあ来た。6対2、日本敗れました。いやボコボコです。やられました。強いね、うまいね。ただいい動きは出たかなとちょっと思いますね。ただワンマークがないからあんだけ外れるんかな、マークが。吉田麻也はいい動きですね。まあちょっとお相手さんうますぎたんで次行きます。よし行きましょう。ちょっとあんな強い人は、ちょっとやばそうな人が来ました。 YouTube チャンネルかな、お相手さんも。お、ドログバを使ってきますね。なんかさっきの見たら、動き見たらスルーパスの AI の反応すごく悪くなかったですか。ちょっとそう感じたんで、バンバン裏抜けで行きたいですよね。山根、こう普通の荒木選手は弱い。荒井選手もなかなか好調出ずってところで、いやただクソ強いけどな。これでも森田選手、伊藤純也選手で後半から新戦力いきますか。
校長でだけでも相当強いですね。絶好調のボイザツ選手、うわいいな。行きましょう。今回両サイドバック攻められるんでビルドアップが苦しくないですね。さっきの試合絶望的ですね。やっぱ片方上げられる状態じゃないと苦しかったですよね。この時間はオークランドルーツ対日本、こちらの一戦をお届けいたします。あーちょっと怪しいですね、 AI の動きは。コンディションを確認しましょう。今夜の天気は晴れ、過ごしやすい気候の中行われるゲームです。ナイスラロケ、惜しい。北澤剛さんです。北澤さんどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ブランチのマーク剥がされたな今。さあどうです。いやー読んでたのに。いやこれはナイスセーブ、よく止めますよね。いい反応でしたよね。今のはなんとかカウンターを回避したという。前線にバンバン、いやドログバで来るか。バッテからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ナイス香川、まあ、クリアが精一杯ですね。おさあお相手さん焦ってますね。走れ走れ。これは読んでいました。いやそこメッシに捉えるなんて。ナイス大迫。いやー感じ強いですねダブタ。いやそこ取れない。いやな登れた選手オッケー。いや取られるか、危ない。いやそこ右足で出しちゃうと困るんですよ本当に。ナイスワンツー。大阪から右へ抜けてくる。一旦前を取る、こぼれます。ここで受ける。伊藤から右サイド、一番外。いやー三笘クリア。このピンチをなんとか出します。いいねドルゴレ勝った。森田から三笘、やついてくれな。登里選手いいよオーバーラップ。あーピンクロがないから、やっぱピンクロが全てなんですよクロス。あおあお、トーマスパーティーからサネ、グリマルドからサネ、グリマルドを狙った。ナイス、よし外に広げて。さあここからの展開、伊藤純也逆サイド、ここは繋がりません。惜しい。伊藤からのスルーパスをカットしました。吉田、おお、ドラゴンが勝てる。上り里しっかり当てて伊藤純也、早い。これはシュート。うお。オークランドルーツはアワヤという。いや引っかかる。ここはしのぎます。さあ右へ預けて。さあここでカウンター。いやオッケー。タッチがでかくなったところを見逃さない。おおパス前。このボール奪いに行きます。ピンクの持ちですかね。サラーで右足でクロス上げようとするってあたり、ピンクの持ってないとあんましないような。吉田、これはいいディフェンス。オフ、これはどうやらオフサイドのようです。蹴っちゃった方が安心ですね。オッケー、ナイス。森田のドリブル、伊藤から大迫。あーやっぱ AI バグってますね。うわこれは
やった、 AI バグってますよ。回線悪いんかな。いやー、ダメだこれは。このボールをカットします。これは合いません。いやー、動き悪いよ今の。さあ、カウンターのチャンスになります。富安、ちょっと思った場所と違いましたね。ライマーへ、ここでマッチアップ。うわ、やっぱあの速いクロスというか縦に当てるボールのディフェンスの AI の反応が終わってますね。これは見事なカウンターが決まりました。北澤さん、どうご覧になりますか。これこれ、この反応ほら、だいぶ悪いですよね。だからバンバン入れた方がいいですね。ピンクロ、いや、かさられた。先制1対0です。 OK、 先制に成功したので、ここからのプランをどうするかですよね。はい、さらに畳みかけるのか、一回をついてリズムを作っていくのか。反対もみんな、ナイス大迫は、大迫へ、大迫シュート。いや、惜しい。ちょっとつくことができなかったか、ディフェンス陣。非常にこうアングルを見つけながらね、ボールを持ち直してショートコース見つけてましたよね。オークランドルーツ、今は投手が一転して逆に危なかったですね。こんなチームの相手の時は、攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。田川からのパス、シュート、あー、オッケー、今度こそ決めました。ワンタッチとスルーパス持ちでポン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 行くと多分反応しないですね、ディフェンス。で、裏ケアばっかしてきたところ、さっきのディビワンの人みたいに遠くからインパクト、今回不意にやられるとリズム狂わされるんで、いや、いい攻めです、あの戦術ですよね。前半を終え1対1、同点で後半へと折り返します。俺も相当前からカーソル合ってて、やっと反応したって感じですよね。お互いに1点ずつと、それなりにゲームに動きがありました。うん、これもホワイトさんかなり前から組んでにカーソル当てて、やっと奪えたってところなんで。左サイド上がっていく。いや、前もじゃない。トーマスパーティー、ナイス、チェイシング持ち、中心ファールを取りました。いや、三笘いいですよね、今週 A ですし。やべ、クソ読まれてる。上り坂、香川選手、ここで収まる。いやー、そこ抜けたかった。スルーパス、スピード上がってきますよ。で、このスルーパスとか、このサラーからサネ、速いボール AI が反応しないんで。簡単ですよ。よ、ナイスを狙う。ヤオヤオサイドへ、低いボールを入れる。うん、だから今の環境的に言うと逆に、ああ、危ね危ね。ホワイトさんはドログバ使わない方がいいですね。足が速い選手の方が自己メインで。なるほど、そうすると守備の面では多少リスクを負うということなんでしょうか。そうですね、守備の際に前線の選手が相手を追わなくて、はい、読まれてるか。いや、取れない。パスコース限定しづらくなりますからね。まあ、その分カウンターでも、ここは攻撃、いや、遅いな。この時間に1点が欲しい。スタミナ切れ、トーマスパーティーからサラ、うん、いや、ピン、今の動き見るとピンクのなしでクロス入れてますね。ピンクのなしでもあんだけ行くっていうことは、抜けてくる、動きましたよ。三笘、相当 AI やばいっすね。メッシから右へ、
うわ、裏抜けバンバンだ。自分で行く。スクイダンド。いやー、あの位置も入っちゃう。懐かしい。得意としているカウンターでのゴール、素晴らしい崩しでしたね。いいカウンターでしたよね。前線は常に狙っていないと。この辺はチーム全体で一気に。イネ選手を使ってみるか。ゴールでしたね。カバー山選手。1個上げ。日本はここで1回目の選手交代です。勝利に向けて1本抜け出しました。トーマスパーティーカットに行きます。スペースへサイドバック、草開けてる。仕掛けていきます。ウィクロドログバー。さあ、このカウンターのチャンス最大限に生かせるか。うん、 AI やべえなマジで。外していく。ワンタッチシュートないからか。いや、こういうセーブはチームにいい影響を与えますよね。スルーパスバンバンがいいですね。分かったことは、で、あの守備は相当難しいんで。いや、時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。裏のスペースを狙う。いいとこありますよ。さあ、これは追いつくためのカウンターになるかと読んでいた。ピンクロ持ちじゃなくてもあんだけクロスがいいのいくんで。いやー、ダメか。いいのというか、グラインダーのインパクトクロス終わってますね。でサイド突破して中にインパクトクロスも相当強いですね。この位置でボールを受けます。サネ、ここですね。スペースを狙う。グリマルドからサネ、中折り返した。ディフェンス良かったですよね。攻撃も良かったですけど、いや一番外空いてるよ。長いボールを入れます。オークランドルーツ、カウンターを仕掛けます。メッシエ、これは相手選手にディフレクション、コーナーになります。塩ついてきますね、さすがに。仕様というか、木曜日のアップデート始まって、今ちょっと早朝なんですけど、早朝の時間使って今撮ってるんですけど、そこでもうこんだけ分析されるってなると難しいですね。オークランドリーズ、今日3本目のコーナーです。リーロイ・サネナンバー20、リオ・メッシー、ナンバー18、ネイマール、さらに来る。いやー、苦しい。ダメ押しゴールとなるのか。やられましたね。フェデリコ・キエーザのこぼれ球に反応し、きっちり詰めていきました。こういうゴールを決めるには。次のプレーの予測とかリスニングが重要になってきますよね。てなると、まさにゴールへの嗅覚が生んだ1点でしょうね。キエザ、先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の使いに応えました。いや、監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるんですよね。いや、パスうまい。一番外に開いて、これスルーパス、これは前から取るんで。この時間での2点差は。シュート、いやー、ゲット、日本。いやー、ちょっと無駄な失点が多いですよね。いや、取れない。いや、取れない。得意なカウンターが決まりましたよね。オッケー。やっぱり普段から選手同士でイメージの共有ができてるんでしょうね。見事な展開でしたよね。もう1点いけるか。いやー、なかなか事故ってますね。そうですね。トラップ事故ってる。ないんで前へ前へ行きたいところなんですけどもね。いや、フォーデンキレキレ。グリマルド、スピードボールを入れる。
いや分かってますね。時間ダメか。インターセプトを狙う玉山、右サイドへ振って、さあ一気にカウンター。まあ同じ攻めになっちゃったんですけどね。シュート、オッケー。上田スルーパスバンバが強いです、マジで。そして今試合終了、3対3、両者激しい点の取り合いを見せましたが、結局引き分け。守備ちょっと中央きついですね。だから最初のホワイト戦、ホワイトあのディヴァンの方も3バック真ん中に固めてたの、多分スルーパスのあれ反応しないんでぎゅうぎゅう詰めにしてたんじゃないかなとちょっと思いました。ぎゅうぎゅう詰め、ほんとしんどいんで。じゃあちょっとこの試合を終えて対策してメンバー変えてきます。それではご視聴ありがとうございました。